お家はこんな感じですか？違います、家は違います。どうも皆様こんばんは、セゴリット3世でございます。今日はですね、ちょっと車の中に使えるものというものをご紹介いただきたいなということで、プロのレーシングドライバーの方にお越しいただきました。塚本奈々美です、よろしくお願いします。わーすごいすごい。塚本奈々美、ブラジルサンパウロ生まれ、山梨県育ち。美人すぎるレーシングドライバーとして、レース、ドリフト競技、ラリーという3カテゴリーに出場している唯一の女子プロカーレーサー。国内外のレースに出場し、優勝経験も多数。レースだけではなく、ゲームアプリのキャラクターや美容アドバイザーとして、講演、商品開発、モデル活動なども行っている、スタイル抜群のすごい人ですよ。お綺麗ですね。ありがとうございます。めっちゃ鼻高いですよ。よろしくお願いします。全然車のことを分からないんで、いろいろ教えていただいてもよろしいですか？はい、分かりました。今日はですね、本当に一般的なもの、私深いところにいるので、うん、ノーマルでいいよっていうことをよく言われるんで、うん、ママさんでもパパさんでもみんなが使えるようなものをちょっと紹介していきたいなと思います。わー嬉しい。ぜひマニアックなものもあったら、その都度その都度教えてください。はい、じゃあそれもチョイスします。よろしくお願いします、はい、しますわー。じゃあレッツゴー。はい、というわけで視点を変えてこちらでやっていきたいと思いますけれども、はい、まず一つ目なんですけど、こちら便利フック。助手席にカバン置いといて、何かあった時にブレーキ踏むじゃないですか、はい、カバンがひっくり返って全部物が散らばるんですよ。あるあるある。でそれがコーヒーだったりどうのこうのするとすごいもう大惨事になるじゃないですか。このフックを引っ掛けて買い物の袋を引っ掛けるだけでひっくり返らなくて済むので、なるほど、なんかシンプルで意外と皆さん目に留まらないんですけど、これがあるとめちゃめちゃ便利なんです。バッグもそうですし、お弁当とか出前を取った時に汁がこぼれてしまったりとかこれが一つあると場所も取らなくっていろいろと使えるので、まあ一つは車の中にあってもいいんじゃないかなと思います。すごい。さあそんな便利なグッズ他にもあるんですかね、はい、サングラスを置くものなんですが、はい、サングラスを探したりとかするのにありますあります。カバンを探ったりするじゃないですか、はい、助手席にあるんだったらまだこの状態でこう触れるんですけど、後ろにあるとどうしても体がこう向いちゃうので、ハンドルも取られやすいですし、目線が外れやすいんですね。なので常に手元にある状態にしとかないと危ないんです実は。これでしたらもうこのバイザーのところに引っ掛けていただいて置いとけるんで、前を向いた状態でもう取ってつけられる、不要な事故を防ぐことができます。なるほど。女性だと身長が低いのでバイザーが届かないところに気が入ってくるんですよ。バイザー下げた状態でこうやって運転する人やってる、います、います、はい、います。身長が足りないので気が入ってきちゃうのと、冬はやっぱり日が低いのでバイザーを避けちゃうんですね。安全だと思いますし便利だと思います。なるほど、はい、すごい。続きまして、はい、リアトレイ。運転席って周りに便利なものはたくさんあって、物を置いたりですとか飲み物を置くこともできますし、充電することもできるじゃないですか、はい、意外と後部座席ってないんですよ。確かにないかも。でジュース1個置いてかろうじてスマートフォン充電ができるぐらいのものなので、床に置いたりとか横に置いたりすると忘れ物の原因にもなりますし、こぼしたりとかいろいろとあるので、こういったものをシートにつけるだけでいろんなものが取り付けることができて、特にお子さんとかってずっと持っていられないこともあるの で、物がなくなってこう床に落ちて散らからないためにも、まあ、こういうものがあるのはすごく便利。なるほど、はい、ある程度見えたところで車みたいですね。あ、本当ですか。大丈夫ですよ。いいですか、はい、何使ってるんだろう、すごい楽しみ。じゃあ行ってみましょう。ということで視点を変えて、はい、これ塚本さんの車。そうです。めっちゃすごいっすね。トヨタの86という車なんですけど、あ、イニシャル D の車ですか。イニシャル D は A86 といって、はい、もう少し古い車なんですけど、その名前を受け継いだ車です。あ、なるほど、新しいやつというか、ね、はい、すごい数のスポンサーだな。これなんですか。ロールゲージって言って、はい、ドライバーを守る鉄パイプ、車がひっくり返ってもドライバーが乗ってる部分を守るような装置ですね。そんなのあるんだ、はい、めちゃくちゃ低いっすね。こう入ればいいってことですか。そうなんですよ、乗り方に困りますよね。狭い。女性サイズなのか。私のサイズにレカロさんに詰めてもらいました。あ、なんかその体が動くと操作がきちんとできないので、ラリーに出てました。
これでレースに出ることもできるし、私の今の仕様はラリー仕様です。ああなるほど、はい、長距離ってことですか、ね、そうですね。だから一般道の時はもう3点を使って、レースの時はこの4点ですね。すげえ、はい、ここでこうベルトみたいにカチャって。道路交通法上いいんですよね、もちろん。これは車検は通る規格ですね。それを自分に合わせてもうきつくして。こんなに固定されるんだ、すごいです。外し方がわからないって感じ。そうですびっちりですね。ラリーの車なので距離を測るこういったものがついてて、コドライバーってコドラっていう人間が乗って指示をするんですよ。300m 右だよって。これを見ながら AIM っていう機械でどのぐらいアクセル踏んだのとかブレーキ踏んだのとか。ラリーって一人でやるんじゃないんですね。この車はラリーの車なので、競技をするときは2人でやるんですよ、ドライバーとコドラ。それもすみません、そのレベルですよ全然知らない。そうなんだ。ただこの車って結構いろんなことして遊べるので、私はサーキットに持ってってタイムアタックしたりとか、ドリフトしたりするんで、レース用のものがついてる。ラリーの無線がついてるって感じです。線が2つ出てて、でヘルメットをつけてるんですけど、こっちの線とこっちの線があって、普通に喋っても聞こえるっていう。あ、ここに繋ぐんですね。実際に繋ぎます。有線なんだ。音楽は何ですか。無音です、私。そうなんですか競技をするためのグレードなんですよ。 GT グレードとかっていうよりかは無駄なものがないグレード。なるほどなるほど。だけどスピーカーはついてて、オーディオはついてないっていう。なるほど、はい、運転がお好きなんですね。そうですね、運転が好きですね。僕はあまり運転が好きじゃない。本当ですか、うん、多分つまんない車から車に乗ってるからしれそうかもしれないそうだと思います。もうちょっと面白い車乗れば多分。そうですね、見ました、僕の車。見てないです見たじゃないですか私がチョイスしないような車に乗ってるなっていうのはありました。ファミリーカーでございます、はい、ありがとうございます。トランク見てみますか。いいですか、はい、普段使うもの、バッテリー上がりをしたら絶対にかけれるように、ブースターケーブル。ご自分でできるんですか。できます。このぐらいはできる。だってプラスとプラスとマイナスとマイナスなんで、もう一台車があるかバッテリーがあれば大丈夫。ああなるほど、はい、雪の時にハマってる人を引っ張る。ラリーも結構あるので、とりあえずこれは積んであって、はい、エアゲージ大きいものじゃなくてもいいんですけど、ちっちゃいものは持っててもいいんじゃないかなって。タイヤのエアが低すぎると結構燃費が悪くなるので、接地面が大きくなっちゃうんですね。そうですね、エアなるべく転がり抵抗がない方が燃費は良くなる。なるほど、こういう感じですねガムテープとかそういうものが、いやすごく好感度が上がりますよ。いい感じですよ。いや本当に。お家はこんな感じですか。違います、家は違いますこんな感じじゃない。お家はまあまあです。ママ綺麗です。ママ綺麗だそうですよ。すごい勉強になって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今日はプロレーシングドライバーの塚本さんにいろいろお話をお聞きしましたけれども、いかがだったでしょうか。ズブの素人でしたけど。でもなんかグッドボタン押してくれないと悲しい。あ、そうですね、じゃあぜひ説明したから、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。はい、高評価だったらまた呼んでください。ぜひぜひよろしくお願いします。塚本さんのチャンネルはこちらにリンク貼ってあります。あと概要欄にもリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけでこの動画が面白いと思った方は高評価、それとコメントもお待ちしてます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日。